そして3バックの一角が名古屋から期限付き移籍で入った串引和樹です。背番号45番、一番右にいる選手です。はい、ライオンですね。ライオンでフリーズでした。そして左サイドは FC 岐阜は馬場が追いかけます。ボールを持っているのは大宮、中央石川を経由してダイレクト奥井、そして繋いでいく、いきます。右サイドの奥井を見ます。ダイレクト串火からパスが通った。大宮は高い位置、シモビッチがプレッシャーにかけいきます。ヘディング高さがある串火。